5分になります。近藤が決めます。チームを救う近藤の一撃。首位大分に対して愛媛が先制します。近藤はシーズン2点目、2点とも PK を冷静に決めました。落ち着いていましたね。そうですね、ちょっと嫌な前かなと思ったんですけど、はい、しっかりと相手のキーパーの動き見て、ゴール決めましたね。愛媛は